カレンベルク公領は、新生ローマ帝国の両方国家、ブラウニシュバイク・リューネブルク公国の文句に、1494年から1705年まで、存続した。その後、リューネブルク公領と共に、ブラウニシュバイク・リューネブルク選定公領を構成した。1292年頃、ブラウニシュバイク・リューネブルク公夫2世は、来年川沿いの都市パッテンセンの郊外にあるカレンベルク、 山に城を建設した。夫2世がこの地に城を築いたのは、民伝市橋梁及びヒルデスハイム市橋梁と奪い合っていた、ベルフケ領の西部地域の領有権を確固たるものに、するためだった。1432年、ボルフェンビュッテル公領の分割に伴い、カレンベルク城とその周辺地域は、独立的な分国となった。この時の領土分割は、 ボルフェンビュッテル皇、ビルヘルム一世とその弟のハインリヒ二世が1428年から始めた4年間の共同統治の後に行われたものだった。ハインリヒ二世が単独のボルフェンビュッテル公となり、ビルヘルム一世がカレンベルク公領を得て、カレンベルク城に今日定めた。ビルヘルム一世は1463年にゲッティンゲン公領を相続。 ハインリヒ2世が1473年に男子のないまま死ぬとボルフェンビュッテル皇領を相続したためカレンベルクとボルフェンビュッテルは再び合法した1491年ビルヘルム1世の息子のビルヘルム2世は退位して二人の息子ボルフェンビュッテル皇ハインリヒ1世とカレンベルクゲッティン元皇エーリヒ1世に領土を譲った1494年 兄弟は領土を分割し、兄のハインリヒ一世は、ボルフェンビュッテル公となり、弟のエーリヒ一世は、西部のカレンベルク及び、ゲッピンゲンを手に入れた。しかしベルフ家の分子カレンベルク公家は、エーリヒ一世の息子エーリヒ二世が1584年に、死ぬと共に断絶し、皇僚はその重要いにあたるボルフェンビュッテル公ユリウスが、相続した。 ユリウスの孫のボルフェンビュッテル・コーフリードリヒュールリヒが1634年に、子供のないまま死ぬと、ボルフェンビュッテル・コ家の受け継いでいた広大な領土は分、イエスジのリューネブルク・コ家に相続された。カレンベルク・ゲッティン元皇コは、同家の公子の一人、ゲオルクの所領となった。1636年、ゲオルクは、ハノーファーのライネ宮殿に居を移した。 ゲオルクの長男クリスティアン・ルートビヒは1648年に、おじのフリードリヒ4世から、リューネブルク公領を相続し、カレンベルクはすぐ下の弟、ゲオルク・ビルヘルムに譲った。1665年に、クリスティアン・ルートビヒが亡くなると、リューネブルクを相続したゲオルク・ビルヘルムも弟の、ヨハン・フリードリヒに、カレンベルクを、上都、1679年に、 ヨハンフリードリヒが、息子のないまま死去、マッテイで、オスナブルック死去領の統治者でもあった、エルンスト・アウグストが、カレンベルクを相続した。このように、ゲオルクの4人の息子たちは、兄弟順に、リューネブルク公領とカレンベルク公領を譲っていった。1692年、エルンスト・アウグストは大トルコ戦争で神聖ローマ、皇帝レオポルト一世を支援した褒美として、 先帝公の称号を授けられた。彼の領土は当初、ブラウニシュバイクリューネブルク先帝公領と呼ばれたが、エルンストアウグストは、サリカ法典に基づく財産の分割相続性を取りやめ、皇帝の承認を受けて、断径調子相続性を採用した。彼の長男ゲオル・クルートビヒは1698年に、先帝公くらいとカレンベルク行為を継ぎ、1705年に、 死去したおじ、ゲオルクビルヘルムから、リューネブルク公領を相続した。カレンベルク公領とリューネブルク公領が合法した、ことで、ボルフェンビュッテル公領を除く、ブラウンシバイクリューネブルク全域が、ゲオルクルートビヒの所有となった。選定公領は、領域が確定して以後、その首都の名前をとって、ハノーファー選定公領と呼ばれるようになった。この名称は、 非常に一般的なものだったが、あくまで非公式であった。カレンベルク綱領は先帝皇領,領内の非公式な、分領として、歴代の先帝皇に受け継がれた。ナポレオン戦争後、先帝皇、ゲオルク三世は先帝皇領,領の領土を拡大し、王号を得て、ハノーファー王国を創設した。カレンベルク城の上司、ありがとうございます。